春の目覚め初版、春の目覚めは、フランク・ベーデキンとの儀曲。1891年出版。思春期の少年たちの生への目覚めと、それに対する大人たちの抑圧、その結果として起こる少年たちの悲劇を描いた三幕の作品。検閲により上演禁止の措置が取られ、15年を経た1906年になって、マックス・ライン・ハルトの演出で上演された。 中心人物は、ギムナジウムの優等生メルヒオールと、その友人の劣等生、モーリッツ、同級生の少女ベントラの3人。メルヒオールとモーリッツは、ある日の帰り道、ふとしたきっかけで、性知識の話を始め、メルヒオールは、モーリッツに、子供を作る方法を、図解入りの文で説明してやると約束する。成績のさえなかった、そのモーリッツは、 一時は仮進給にこぎつける者の競争に耐えられなくなる。彼はメルヒオールの母親にアメリカへ出奔するための資金を無心するが断られ、川のほとりでピストル自殺をする。一方メルヒオールは家畜小屋の中で半ば交換のようにしてベントラと肉体関係を結び、この結果ベントラは妊娠する。彼女は人知れず幸福を感じていたが、 事実を知った母親によって脱退させられ、脱退役が元で死んでしまう。モーリッツの遺品の中から、先の図解入りの文書が見つかり、ついで手紙から、ベントラとの関係が発覚したメルヒオールは、親によってカンカインに入れられる。メルヒオールはカンカインを脱走するが、森の中でベントラの墓を見つけ、彼女が死んだことを知る。自分を責めるメルヒオールのもとに、首を失った、モーリッツが現れ、 彼を死へと誘う。そこに仮面をつけた紳士が現れ、モラルが想像から生まれながらも実体として存在するものであることを教え、モーリッツを悟してメルフィオールを生の世界へ連れ戻す。ベーデキントはこの戯曲の倉庫をチューリヒで書いた後、1890年10月から1891年4月にかけてミュンヘンで書き上げた。抑圧された。 環境下での青少年の性を赤裸々に描いており、作中には、強姦やサドマゾヒズム、人を暗示する場面、同性愛の描写といったものが含まれるが、ベーデキント自身はほとんどすべての場面が、自分の義務なジウム時代に現実にあったことをもとに、していると述べている。作中で自殺するモーリッツは、実際に自殺したベーデキントの二人の同級生、フランク・オバーリンと、 モーリッツ・デュアが主なモデルとなっており、ベーデキントは後者から自殺の計画を打ち明けられた際、彼についての議曲を書くことを約束したのだという。この議曲ははじめミューンヘ編の出版社に持ち込んだが、内容に対する法的な懸念から断られ、最終的にチューリヒの書店からベーデキントの慈悲で出版された。初版本の表紙側、ベーデキント自身の依頼で、 フランツ・フォン・シュトックが担当している。しかし内容が問題視されて、上演は禁じられ、実際に舞台にかけられたのは1906年になってからであった。初演はベルリン・ドイツ座においてマックス・ラインハルトの演出で行われており、検閲でいくつかの場はカットされた。プロイセンでは初演後に再び上演禁止が命じられたが、1907年にはバイエルンで上演され、 その後オーストリア各地でも舞台にかけられている。第一次世界大戦を挟んでも人気が衰えず、時代を現代に移し替えた演出などで現在に至るまで上演が続けられており、20世紀の作品ではブレヒトの諸作品と並ぶと言われるほどの成功を収めることとなった。1928年にはマックス・エッティンガー作曲によるオペラ版が上演されている。 また1924年にヤーコップ・フレック監督で、1929年にリヒャルトース・スワルト監督で、それぞれ映画が作られた。2006年には、ダンカン・シークの音楽とスティーブン・セーターの脚本により、ブロードウェイでロックミュージカルとして上演されており、この作品は、トニー賞8部門受賞するなどして、話題をさらっている。野上と一郎はこの作品を、 はずべき作品と誤解する人がいることを憂いた。作中に性的な事柄をほのめかす部分はあるが、この作品はあくまでも誠実と熱情を持って考えられた教育論的提唱を主題に持ち、世の親や教育者に向かって子供の成熟の可能性を考え、これに光と全動を与える立派な芸術作品だとし、そのような誤解をする者は、 正しく読まないかもしくは読んだことのない人であろうと、論難している。また作中に、縦線が多いのを引き合いにして、伏せ字が多いと誤解している向きもあるとし、この縦線は伏せ字ではなく、セリフの中止の時を表す作者の癖だと述べている。2014年銀河劇場朗読劇として、上演出演、相葉勇気中島歩美笹元霊な武田、公平気土優、渡る栗原類。 横田美希金沢栄子桜井明明2019年、コット神奈川芸術劇場企画制作による舞台公演が決定。ありがとうございます。